とやめろ、首相もやめろ、首相もやめろ、あれは原発やめて首相もやめろ。それでは18時半を守ります。あ、ごめんなさい、19時になりましたので、キャンペーンに向かって抗議のスピーチをお願いします。スピーチをご希望の方は先頭までおいでください。あ、原発絶対反対、再稼働も反対です。今日なんかラジオでちらっと聞いたんですが、高浜原発の、モックス燃料フランスからやってきた、そんなニュースがありました。あそこ関西電力の若さん、あんなとこで原発動かすの絶対反対、日本どこでも原発反対です。あそこ特に琵琶湖に近い、大阪だって京都だって近いんです。そして偏西風に乗って日本の東日本、東京までやってきますよ。規制委員会のことちょっと話したいんですが、ですね、今規制委員会、東電の柏崎原発再稼働させようと思って、いろんなシナリオを劇をやってるんですよ。東京電力の社長会長常務、8月の末に呼んで決意表明させました。そして今週の水曜日も社長社長と常務が来て決意表明、議題には東電との意見交換と書いてあったんですが、社長が原発頑張って安全に運転するということと、賠償、あと、なんだっけ、廃炉をやるという決意表明、たった30秒ぐらい、ペアペアと喋って、深くお辞儀をして、そのまま帰ってきてしまったんですよ、社長。それが、今日のみんなです。そして来週もしかしたら再稼働を認めるなんていうこと絶対に許しませんよ。原発絶対許さない、こんな危険な発電、電気を作るもの、私たちいつも不満に思う、怯え、そして原発で被害を受けた人々苦しんでんですよ。こんな発電所、今すぐやめてください。あなたもやめてください。雨が激しくなってまいりまして、マイクいつまで音出せるかわからないので、スピーチしたい人は早めに名乗り出てください。よろしくお願いします。はい。福島原発被害東京訴訟原告団長の鴨下です。今日私たち、全国で、国、東電を訴えて、損害賠償を求めている福島原発事故のですね、この、原告団、全国で連携しておりますが、前橋地裁に続く2つ目の判決として千葉地裁の判決を注目していました。しかし残念ながら、国の責任が認められなかった。私たちとしては、極めてこの内容は不当な判決だと、理解しております。この判決文の内容、私もまだ詳細には分析できておりませんが、大雑把に見てみますと、どうも津波の来る予測はできていた。しかしその確率が低いから、備えなくても仕方なかった、そんな言い逃れに見えます。そんな問題なんでしょうか。この原発はひとたび事故を起こせばこれだけ深刻な被害が起きる、破滅的な状況になるということが分かっていながら、可能性が低いからといって、その津波に備えなくていいという論法は全くないと思います。そしてこのような無責任な状況で再稼働が進んでいることに私は危機感を感じています。これは皆さんも まさに同じだと思います。そしてそのような危機感から多くの方がこんな雨の中官邸前に集まってきているわけです。安倍総理はしっかり私たちの声を聞いてください。そしてこの福島の被害をしっかり見つめてください。私たちは諦めません。まだこれから全国で、裁判は進んでいきます。
判決もこれから出ます。このような後退した判決は私たちは認めるわけにはいきません。しっかりと私たち原告団は、国の責任を認めさせ、そして、原告の被害救済だけではないです。これは被害者すべてを救うような国の責任で起きた事故ですから、被害者すべてを救うような枠組みを、法律制度をですね、しっかり国の責任で作らせる、国策で進めてきた原発事故の責任をしっかり国に問わせる、この被害をしっかり見つめれば再稼働なんていうことには絶対ありえないと私は思っています。皆さんと同じ思いです。安倍総理はしっかり福島事故の被害を見つめてください。そしてこの無責任な原発再稼働の状況を止めてください。出なければ首相を辞めてください。以上です。はい、自分で最高責任者とか言ってた安倍君、聞いたか、ちゃんとよく聞いたけよ。じゃあ、ワイヤレスマイク、持って回りますので、その場でスピーチしたい方は手を挙げてください。雨のためいつまで音が出せるかわからないので、早め早めでよろしくお願いします。マスコミの方などは後ろの方のスピーチは顔などは映さないようによろしくお願いします。はい、行きます。はい、マイク。お疲れ様です。傘が、立っている方、近くの方に、立たないようにちょっと距離の方を気をつけてください。はい、では完成に向けて半減策の方に野菜カーチャーで手を挙げてください。今回回ってます。あ、原子力規制委員会は意見交換という議題で、先の方がおっしゃった通り、東電の社長を呼び出して5分で帰ってしまいました。限界原発の再稼働の地元説明会では質問がたくさん出たのに時間ですと打ち切ってしまい、総理、国会ではあなたは消防罪の審議、その中間報告といったを使って審議を打ち切ってしまいました。総理、そんなのでいいんですか。質問です。今電気が足りてないんですか。そして子どもの甲状腺がなぜ増えているんですか。答えてください。全国でも今日原発関連の裁判が行われています。被害者の方々たちの思い出しそうないことを思い出させて、まるで犯罪者のように質問している。それはあなたが原発事故の想像をつかないということなんです。国民の代表者だったら国民の真実の声を聞くべきです。そして今何を対応するべきか考えるべきじゃないでしょうか。それは今やること、選挙をするときじゃないんです。被災者の声を聞いてください。はい、今記者会館の前にいらっしゃいますか。安倍首相、裁判の話は2人からも出たけれども、今日の午後、なりわいを返せ、地域を返せと 9.22 千葉判決、東京電力本店前行動に会合で参加してきた。どうか、なりわいなんて言葉お前の頭じゃ無理だった。生女、生きるための仕事、業務と書いてなりわいと読む。お前は福島の人たちから仕事も、そしてふるさとも、生活するのを奪った。集会の途中で国の責任を認めない被爆罪の不当判決が伝えられて、会場は怒りで湧き上がった。行政に忖度する、お前と同じように判決ぶりもわからない地方の青裁判長がどう言おうと、俺たちは国民は国の原発の責任を追及するぞ。お前のすることは国会解散じゃなく、取り掛けの真相を語ってお前も原発もやめることだ。だが財布を頻繁に売っても原発を止めない安倍、逆に再稼働、核燃サイクルを進める安倍に日本を守る資格はない。安倍やめろ。安倍政権は北の核ミサイルの脅威を煽り、核には核と言わんばかりに自衛隊による敵基地攻撃や核武装論まで平気で語られるようになってきた。石破は
アメリカの核兵器を日本に持ち込まれ、アメリカの核兵器をシェアしてはどうかだとまで言い出した。信用できない安倍に核のボタンは絶対に持たせない。安倍は核武装したいために核拡散防止条約に加盟を拒否している。第二次朝鮮戦争が起これば核の被害を被るのは日本や韓国、全世界だ。戦争を止めるのは分断された韓国や被爆した日本だ。日本を守らないトランプに肩入れするのはやめろ。戦争に反対し原発に反対するリーダーを総選挙で選ぼう。今回の選挙は核戦争や原発を認めるか認めないかの選択だ。自民党議員が全員落選するように頑張ろう。岸田嫌いだと言わずに野党は共闘しろ。安倍を倒さなければ日本に未来も希望もない。安倍やめろ。自民党は消滅だ。安倍を倒せ。はい、参加者に近づいていただきました。はい、全部お返しします。最下の反対、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 全ての原発最下の反対、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 日本はインドに原発売るな。日本はインド。